ジョン・ウィリアム・ダンクスは、アメリカ合衆国、テキサス州オースティン出身のプロ野球選手。左投げ左打。現在は、フリーエージェント。実定のジョーダンもプロ野球選手で、2008年に、MLB ドラフト7巡目でホワイトソックスに入団。2012年から3年間、一緒にプレーしている。 2003年にラウンドロック高校を卒業し、テキサス州の最優秀選手に選出された。同年の MLB ドラフト一巡目で、テキサスレンジャーズから指名され、プロ入り。2006年12月23日に、ブランドン・マッカーシー、デビット・パイサーのとのトレードで、ニック・マセット、ジェイク・ラズナーと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍。2007年は、チームの若手有望株として、 先発5番手を務め、前半戦は5勝6敗、防御率4.62だったが、後半戦は1勝7敗で、防御率7.11と、大幅に成績が低下し、9月は疲労も考慮されて1試合の、当番に終わった。結局この年は6勝13敗で、防御率5.50という成績だった。2008年もホワイトソックスは、ダンクスを、 先発要員として起用し、この年は何度か5回までを無安打に抑えるなど、活躍を見せ、33試合に登板して12勝9敗、アメリカンリーグ5位となる、防御率3.32を記録した。投球回も200回にわずかに及ばなかったものの195.0回を投げた。ワンゲーム、プレーオフとなった、ミネソタツインズ戦では8回をニアンダム失点に、抑える活躍でチームを、 ポストシーズンへ導いた。2011年オフに FA となるも5年契約総額6500万ドルで残留した。2012年は開幕投手を務めた。5月25日に左肩の痛みにより15日間の故障者リスト入りした。しかし状態は思わしくなく8月6日に手術を行い、シーズンを終えた。 2013年8月25日のレンジャーズ戦では、ジョンが先発した試合で、ジョーダンが先制本塁打を放ちそれが勝利に結びつき、ジョンが勝ち投手となった。兄弟同士で先制本塁打と勝ち投手を記録したのは、1955年6月15日のビリー・シャンツとボビー・シャンツ以来の出来事だった。同年は22試合に先発登板したが、4勝14敗。 防御率4.75で10の負け越しを喫するなど2年連続でかんばしくないシーズンを過ごした。2014年はシーズン通じて先発ローテーションに入り32試合に先発として投げた。防御率こそ2年連続で4.70台に終わったが3年ぶりに規定投球回に到達し4年ぶりの2桁勝利を上げるなど一定の復活を果たしたシーズンとなった。 2015年も先発ローテーションに入って投げ、2年連続で規定投球回に達した。防御率、ホイップフィップ等は前年とさほど変わらない数値だったが、過中に見放され、7勝15敗と大きく負け越した。2016年も開幕から4試合に先発して0、勝4敗、防御率7.25と振るわず、5月3日にリーフとなった後、13日に放出された。 2016年12月13日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。契約には2017年のメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加できる権利が盛り込まれたが2017年3月20日に自由契約となった。ありがとうございます。